デイリービルの山根です。本日は、重要なお知らせがあります。と言いますのも、弊社枠から刊行されております、こちら、東雲邦義さんの、陸軍中将、樋口喜一郎の決断という漫画作品がありまして、こちら概要欄にね、購入リンクを貼っておきますが、これ樋口喜一郎、北海道を守った男としてね、知られていますが、例えば、序章、父との出会い、第一章、ユダヤ人迫害、ユダヤ人の話は、杉原千畝がね、まあ有名ですけれども、樋口喜一郎というのにもね、もっとね、スポットライトがね、当たっていいんじゃないかなと、個人的には思います。で、第2章、アッツ島とキスカ島の戦い。第3章、シュムシ島の戦い。番外編、南カラフトの戦い。で、第4章、軍服を脱いだ。ということで、この陸軍中将、世界に日本が誇るですね、軍人であります、樋口喜一郎中将の半生を描いた漫画なわけですが、ここの先ほど申し上げました第3章、シュムシ島の戦いをなんとこうアニメーションにね、してより分かりやすく、皆さんにね、お届け、しようじゃないかという特別企画ですと。ではご覧ください。第3章シュムシ島の戦い、エピソード1、スターリンの謀略。キスカ島から救出された日本兵の多くはシュムシ島に配属され、北方防衛の任務に就いた。そして昭和20年1945年8月15日、ポツダム宣言受諾により終戦。大本営は全軍に武装解除の命令を下した。昭和20年8月17日23時59分、シュムシ島、北海道守備隊の第5方面軍の第91師団。鈴木、飲め飲め。明日は故郷の秋田に帰るんだ。そうだな、佐藤。残念だが終わったな、戦争。まさか生きて妻と娘に会える日が来るとはな。ほら、写真を見せるよ。妻はトキ、娘はサクラという。羨ましいや、こいつ。よし、俺も秋田に帰ったら幼なじみの千代子に結婚を申し込もう。頑張れ、佐藤。今夜は眠れないな。なんだ、花火か。そんなバカな、終戦なのに花火などありえないだろう。なんだあれは、暗くてよく見えないな。軍艦じゃないか。国籍不明の軍艦が接近中。なんだと。天皇陛下の玉音放送で確かに停戦したはずだ。大本営から停戦命令も降りたが、どういうことだ。シュムシ島の戦車第11連隊本部。池田隊長、国籍不明の軍艦が高田浜に向かっていることを確認しました。出撃命令をください。いや待て、第5司令部に報告しろ。武装解除命令は降りたが、出撃していいのか確認してくれ。樋口中将、国籍不明の軍隊がシュムシ島の竹田浜に上陸を試みていることを確認しました。アメリカ軍か。暗くて確認できません。いや、アメリカ軍とはとっくに停戦したはずだ。ソ連か。どうする中将。大本営からの命令で、すでに武装解除をしろと。相手は本気で攻めてきたのだぞ。日本最北端の領土を守るのは我ら北方守備隊の役目だ。断固反撃に転じ、上陸軍を粉砕せよ。しかし大本営の停戦命令は。
大本営による武装解除の時限は8月18日の夕方の4時だ。今なら反撃できる。本当にいいのですか？何を言う。日本の領土を守る自衛行為だ。国際法上、千島列島も南カラフトも日本が正当に治めていることは明白だ。急げ、シムシ島の各兵団に出撃を命令。水際殲滅作戦だ。はっ。昭和20年3月、ソ連がアメリカと組んで日本に攻めてくる場合も想定しなければなるまい。そんなバカな。ソ連との間には中立条約もあり、日本を攻める動機がない。そうだそうだ、樋口、ソ連まで敵に回すような言動は慎んでくれ。いいか、よく聞け。私がソ連の特務機関から入手した情報に間違いはない。スターリンは満州、南カラフト、千島列島を確実に狙っている。杞憂だ。日ソ中立条約があれば大丈夫だろう。ええ、いや、ソ連は約束を守らない。スターリンは日露戦争の敗戦の恨みを持っている。動機はいくらでもある。ごちゃごちゃ言うな。もう沖縄戦でアメリカ相手に手一杯だ。当時ソ連が日本を攻めることなど、大本営の参謀たちは誰も想定しなかった。樋口中将が関東軍の将校たちに警告をしたが、誰も聞く耳を持たなかった。1945年2月、アメリカのルーズベルト、イギリスのチャーチル、ソ連のスターリンがソ連領のクリミア半島ヤルタで会談したとき、スターリン閣下、ドイツ降伏の3ヶ月後に日ソ中立条約を破棄して対日侵攻しないか。ソ連が参戦するなら見返りはいただきたい。言ってみろ。クリル諸島、サハリン、さらに満州において日本が所有する権益をソ連がもらう。分かった、そうしよう。ルーズベルトはスターリンの要求を認めた。そして同年4月12日、ルーズベルトが急死。スターリンはアメリカに対する要求をさらにエスカレートさせた。スターリンは米国が広島へ原爆を投下した直後の8月8日、一方的に日ソ中立条約を破棄し、突如千島列島、南カラフト、満州への侵攻を開始した。8月17日午後5時、ソ連カムチェツカ島ペトロパブロフスク軍港。我が国はこれから満州の宝典、南サハリン、クリル諸島を占領するぞ。ヤポンを侵略せよ。出撃だ。おこうして8800名のソ連兵士と大量の兵器と軍糧を積んだ輸送船14隻、さらに軍艦など54隻が日本最北端のシュムシ島占領のために出発した。そして8月18日の深夜2時ごろ、駆逐艦2隻などによる援護射撃のもと、ソ連軍は竹田浜に上陸を開始。シュムシ島、竹田浜。日露戦争の雪辱を晴らせ。おお。しかし想定外にも、上陸用舟艇の上に兵器を積みすぎてすぐに座礁。うわあ！座礁するぞ。浸水している。船が傾いて多くの無線機器が海に落下した。無線機が濡れてしまった。無線機は大半が作動不能に。バカモン、お前の携帯式無線を濡れないように確保しろ。頭の上に乗せて泳げ。結局残り数台の携帯式無線しか使えず、その後のソ連軍の指揮連絡に大きな支障が出た。
ソ連軍はシュムシ島沖の地形を見誤り、多くの上陸用舟艇が座礁。結局多くの兵士が泳いで上陸することを余儀なくされた。これもある意味、日本とシュムシ島の神のご加護によるものだろう。苦しい。司令さん、南大さん、第2歩兵隊第1中隊。よく聞け、敵の上陸用舟艇を狙え。隊長、暗くてうまく狙えません。乱射してもいい、弾はいくらでもある。あと16時間で武装解除なのだ。思い切り使え。向こうは全部敵だ。撃て。命中。見事弾薬を誘発させ、多くのソ連兵が上陸途中で戦死。それでもかなりのソ連兵が上陸して日本軍陣地を攻めてきた。上陸した敵兵を撃て。ヤポンスキーめ、武装解除を命令されたはずなのに。降伏しろ。行け、クリル諸島を占領せよ。兵長、戦死。上陸敵軍司令官、戦死。